大丈夫、まあ、すいません、じゃあどうぞご質問。はい、共同通信です。はい、今日はボイスアクションで、はい、若者から声を聞かれてですね、今後どのように施策に生かしていくのか、はい、あとまた全国遊説の開始の話もありましたが、はい、夏の参院選に向けてどのように挑んでいくのかについても合わせてお願いします。はい、この昨日からスタートしました。で、今日は桜木町で私自身がやりましたが、全国で公明党の議員が、全議員が参加して展開をしています。5月8日までこれを行いますので、そこでそのシールを貼っていただいた結果をまとめます。その上で優先度とか関心の高さが現れてくると思いますので、岸田総理にその結果を報告し提案をしていきたいと思います。その中でも具体的な政策目標として政策を訴えることも出てくるでしょうから、優先度を決めて予算の必要なものはそれを手当てをして具体的に実現を図っていきたいと思います。その結果がいずれまた若い人たちにボイスアクションの報告ということで、その自分たちの声が届いたという実感を持っていただけるまで公明党は やり抜きたいと思っております。で、こうしたことをこの参議院選挙に向けてボイスアクションを展開するということは、やっぱりこれからの日本を担う若い世代の関心を政治に向けてもらう、特に18歳選挙権が実現し、また18歳政治もスタートしましたので、この政治参加の最初の大きな機会でありますから、参議院選挙に向けてもこのボイスアクション、若者の政治参加、これを強く訴えていきたいと、このように思います。もうただでさえ参議院選挙の準備は遅れてきておりますので、今コロナの感染も心配ですけれども、まん延防止等重点措置が全面解除になった、そういう状況でありますので、ぜひともこれから運動を強力に幅広く展開していきたいと思っています。各社さん、NHK です。はい、どうぞ。今ボイスアクションで、はい、直前のお二人からは、核兵器廃絶について、はい、例えば核共有などで議論が出ていることに不安の声が出ていました。はい、また物価高騰についての声が出ていました。はい、それぞれについて、はい、代表のお考え改めて聞かせていただきたいと思います。はい、この核兵器に対する関心が示されたというのは、やはり今ウクライナでロシアがですね、核兵器の使用を示唆しながら威嚇していると、これに対する敏感な現れ関心だと思います。かたや日本の国内でも核共有を議論すべきだという声も一部にあります。それに対して政府は非核三原則は堅持すると一斉を示しておりますけれども、この核兵器廃絶及び日本が非核三原則を国是として保ってきたと、その確立には公明党が強く寄与してきたと、これを知っていただく機会でもありますし、またこれからの核廃絶の先頭に日本はリーダーシップを示すべきだと思います。それから物価上昇がやはり生活感覚として皆さん感じ始めていると思います。これもすでに別な理由で物価上昇が生じていることに加えて、ウクライナ情勢の原油高、あるいは穀物高、あるいは原材料高として、これからそれが襲ってくると、そういう不安の表れだと思います。それに対応する施策をしっかりと作っていくということが大事でありまして、具体的に何を対策としてやるかということと、その財源の裏付けをどうするかということ、この2つのことをしっかり国民に示していく必要があると思います。特に財源については、この本年度の予算の予備費をまず優先して使うということは政府は言っておりますけれども、これだけでは足りない。やはりこれからの選挙前後から次の国会までの政治空白、ここでの不安に対応するためには補正予算を今国会で成立させるべきだと公明党は強く主張しております。この予備費を緊急のことに使うということと、予備費、補正予算を今国会中に成立させるということは二者択一ではありません。もっと先の不測の事態、不安にしっかり備える、このために補正予算を今国会で成立させておかないと、そのチャンスを失う、国会の会期から逆算をすると、もう一定のタイミングで補正予算の編成を
やらないと間に合わない、そのことをしっかり政府にまた与党にも理解を促してこれを実現することが今の国民の皆さん若い皆さんの関心にお答えする道だと思っています。関連でお伺いしたいんですけれども、はい、石井幹事長は、はい、昨日記者会見で原油高騰ですとかウクライナ危機への、まあ、対応に使える予備費を積むことも重要だというような、はい、このご指摘がありました、はい、で代表改めて、はい、その補正予算は、まあ、予備費をたくさん積むというような形なのか積み上げて予算成立させていくべきか、はい、考え聞かせてください。今予算で用意されている予備費は今起こっているウクライナの情勢等を予想しない予算の作り方でした。一般予備費5000億円、これは災害等への対応なども予定しています。梅雨時の災害が心配です。またコロナの対応で5兆円用意しています。これもコロナの感染がこれからどう展開していくか、ここの不安にも対応しなければなりません。そうしますと経済対策、特に物価高騰に対応する、このことにズバリ使える予算措置が今ないわけです。予備費を一部活用して具体的に使い道が定まるものはこれはこれでやるべきであります。しかし補正予算を組まないと今後の不測の事態、今の不透明な状況にそれが現れてきた時にどう対応するかという財源がありません。ですから経済対策のための物価高騰に備える予備費というものも不透明な状況に対応するという意味で必要ですし、また具体化できるものについても可能な限りこれを措置するということが重要で、両方ともやるべきだとこのように思います。はい、神奈川新聞の川口さん、はい、よろしくお願いいたします。改めて恐縮なんですけれども、はい、先日遠山議員が、はい、遠山元議員が、はい、貸金業法違反の罪で、はい、有罪判決を受けました、はい。夏には参院選を控える中で、はい、今回司法判断が下されたということで、はい、参院選への影響をどう考えられているか、はい、また神奈川でのこの党の信頼回復にどう取り組まれているか、はい、教えていただきましょうか。はい、公明党に所属していた遠山議員が現職中に行ったことも犯罪として断固されました。もう厳しく反省をしなければならない、国民の皆様に政治の信頼を傷つけたこと心からお詫びをしなければならないと思います。その上で厳格な再発防止策を作りましたが、これを党内に徹底をしていきたい、地方議員も含めて徹底をしていきたい、行動で実践することが大事だと思います。公明党のその清潔公平な政治姿勢、これを改めて、浸透させて参議院選挙に、挑みたいと、国民の信頼の回復に全力を挙げたいと思います。代表すみません、関連で、はい、遠山さんの議員辞職で、はい、神奈川県内では、衆議院の小選挙区の候補者がいない状況が続いています。はい、今区割り審で神奈川県内では2議席増に議論進んでいますけれども、次期以降の衆院選で神奈川県内でですね、小選挙区の公認候補をまあ、今から衆議院選挙のことを見通せる状況ではありません。まず目前の参議院選挙、ここで、神奈川県では三浦信弘議員を擁立する予定でありますけれども、そこをしっかり、国民の信頼の回復の過程で勝ち取っていくということが第一歩、そこをまずここをやり遂げたいと思っています。ありがとうございます。長新聞の大月です。はい、神奈川選挙区は今回合併選挙ということで5議席になってますけれども、はい、通常任期のが、まあ、4枠目までになります、はい、神奈川選挙区の三浦候補の支援方、4枠目でいいのか5枠目でいいのか、はい、そのあたりを教えてください。はい、自民党からの推薦決定もいただきました。力を合わせて、この高順位の当選、4位はもちろんですけど、もっと高い順位で当選できるように全力を挙げたいと思います。よろしいでしょうか。終わります。はい、終わります。